スペードフィッシュは、アメリカ海軍の原子力潜水艦。スタージョン級原子力潜水艦の20番艦。艦名は、大西洋西部に生息する、極気類の魚の一種、スペードフィッシュにちなむ。その名を持つ艦としては、バラオ級潜水艦123番艦以来に遺跡目。スペードフィッシュの建造は1965年3月9日に、バージニア州。 ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に発注される。1966年12月21日に寄港し、1968年5月15日にチャールズ・ティー・ブース夫人によって命名、浸水し、1969年8月14日に艦長ジョージ・エム・ヘンソン少佐の指揮下収益した。大西洋での成長に続いて、 スペードフィッシュは1970年に4月から6月までニューポートニューズで成長後信頼性試験を受け7月に北大西洋での対潜水艦船演習に参加した母校のバージニア州ノーフォークに帰還後10月から12月まで大西洋に展開その後ノーフォークで維持調整作業に入った1971年2月18日2度目の 大西洋配備に向かう。スコットランドのファスレーンを訪問し、4月18日にノーフォークに帰還した。その年の残りは、ノーフォーク近海で活動し、対潜水艦船演習を呼び、定時の訓練を行った。1972年、スペードフィッシュは、ノーフォークでの訓練活動を行った後、6月から8月に、 かけて、大西洋に展開、スコットランドのホーリー・ロッハンを訪問し、その後ノーフォークに帰還した。10月10日に再び、大西洋に展開し、12月17日にノーフォークに帰還した。1973年前半は、ノーフォーク沖、東海岸沿いに活動した。スペードフィッシュは、独自に弾道ミサイル原子力潜水艦としての、 セキュリティ訓練と定時の訓練を行い、5月と6月には、演習、ラントレデックスとシコネクスにおいて、第82億国地区艦隊の支援を行った。6月末に、イギリスのポートランドで1週間を過ごし、7月に、東海岸に帰還する。9月初めには、ノーフォーク海軍造船所で大規模オーバーホールを開始し、 1974年7月に作業は完了、大西洋岩での活動を再開した。スペードフィッシュは1984年に、ジョージ・バーズレイ中佐の指揮下寒冷地演習を完了し、1992年及び93年には、R.B. ウィリアムズ中佐の指揮下同演習を完了した。1995年及び96年には、ペルシャ湾配備を完了し、 それぞれ赤道を横断した。1996年の配備は、ノーフォークの21番府島から始まり、ワシントン州ブレマートンのピュージェット、サウンド海軍造船所で終了した。同地で、スペードフィッシュは、CW、バディパイヤー中佐の指揮下退役した。スペードフィッシュは1997年4月11日に退役し、同日除籍された。 その後ブレマートンで原子力艦再利用プログラムの下1996年10月1日に解体が行われ1997年10月24日に作業は完了した。ありがとうございます。